テアトル3区は福井県福井市中央にある映画館。経営は有限会社、E 工業。テアトル3区の前身館の一つ、松竹座は1930年11月に開館した。建物は大阪松竹座を模したもので、市内のいい与崎地が16万円を投じて建設した。当時の福井は大正時代に開館した福井劇場、中央館。 松竹館の3館が集客を競っていたが、松竹座の開館で競争はさらに激化することになった。松竹座は他館に比べインテリの客を集めた。1940年12月にはスケヨシエ劇場が開館し、百貨店、だルマヤを中心に南側に、松竹座、西側にスケヨシエ劇場と映画館が集まった。しかし1943年3月、 助け江劇場を火元とする火事が発生し、レンガ作りの建物は内部が全焼した。東隣のだるま屋も全焼したが、松竹座には延焼しなかった。1945年7月の福井空襲では、市内の映画館は全滅したが、松竹座は建物の外角だけが残り、1945年末には早くも工業を再開した。 1948年6月の福井地震でも、他館が地震で全壊、あるいは火事で全焼する中、松竹座は半焼で残り、2ヶ月後には、上映を再開した。1950年時点の福井市には、松竹座、中央劇場、国際劇場、大衆館、東方文化劇場と、5館の映画館があった。アップルビル戦後は、E 工業は経営館を増やし、 一時は、松竹座、日活劇場、テアトル福井、福井スカラ座、福井ピカデリーと5館を運営していた。1970年には、日活劇場が閉館となり、ボーリング場の駐車場に転用された後、残る4館は1977年から順次、新ビルに改装された。まずテアトル福井の新館が1977年12月に完成し、 残る3巻も1978年7月に完成したビッグアップルビレッジで開館した小竹座、シネマプラザの2巻に統合された。映画年間1980年版別冊映画館名簿によれば、同年時点の福井市には12巻の映画館があり、中央1から8から17に手当る福井が、中央1から17から1に福井小竹座とシネマプラザがあった。 1990年代の時点では、松竹座、テアトル福井、シネマプラザのンスクリーンだったが、1999年12月17日、改装により現在の5スクリーンの映画館にリニューアル。館名をテアトル3区に解消。これ以降は、洋画の大作、話題作のみならず、小規模系で封切られる映画も上映するようになる。2007年3月1日、 同県の映画館としては、初となるクレジット決済サービス、ID を導入。この年は6月9日から6月29日まで、電撃文庫、ムービーフェスティバルが上映されたほか、9月21日には、福井市美術館で行われた、安彦義和原画展と連動したイベントとして、安彦と古谷徹による対談会が開催されている。 2009年12月23日風切りのアバターから 3D デジタルシネマシステムを導入。その流れに乗って2011年秋から全スクリーンが DLP 上映へと移行された。2015年からは毎年10月に開催される福井駅前短編映画祭の会場に使用されており、2016年の同映画祭ではアリスプロジェクト制作の雨降って 大地ウルオーがテアトルサンクションを受賞している。ありがとうございます。